聞いた。姉上、また見境もなく各地の宝を取り寄せたのか。の車輪盤よ。このままではいずれ我が家の家計も火の車に。ほら、わらわの美しさ以上に。まったく、姉上は人使いか。貴様は一体、まさか姉上の荷を狙う族か。威力走行。私は浅井自然の神長政、この国の守護者だ。姉上、姉上、敵襲だ。このようなことをしている場合では。そんなのどうでもいいから早くなさい。全部受け取り終わるまで帰ることは許さないわよ。やむを得まい。マリア様、最上名産千歳紅の献上です。少し色がくすんでいるな。姉上ならば捨てかねん。ヨステル様はいつでも新たなる道を開いてくださる。どうやら続々各地の宝が運び込まれている様子。なくなる上は奪って儲け、敵の士気を下げましょうぞ。姉様がみんなを働かせろって。ごめんね。何、ただの戯れよ。傷は浅かろう、立てるはずだ。その方の尺度で見れば、果たして世は正義の範疇かな。いや、悪であろうな。いや、そのようなことは決して。あれ、雨の車輪盤よ。ねえ、あと3つほど揃えましょうか。姉上、せめて位置に1つくらいは。勇強に力を発揮してこそ勇者だ。友よ、将たれば吐くあれ。こういう時って位置使っちゃダメ。少しぐらいなら。いや、ダメだ、耐えるのだ。位置、あら、あなたのものになれってこと。わらわをとろけさせてくれるなら考えてみる。みんな長政様の敵。みんな戦場で強いっていうのは正義なんだよ。わらわを欲しているの？それとも別の目を？もう少しでわらわに届くなんて焦っちゃダメ。じっくりと攻めて。南蛮だしね。わらわこちらの方が好み。長政様、一枚欲しい。すまない、姉上から譲り受けられる気がしないのだ。姉上には特に何事もなしと伝える。ゆいな。わかりやした。マリア様、この宝物と恋文をお受け取りくだされ。はいはい、わかったわ。主の名に恥じぬよう振るうことこそ我らが務め。変われ、種目の千番よ。あなたたちってどうしてそんな。まあいいよ。あなたたちはなぜ位置を望むの。一体位置にどうしてほしいの。あなたなら教えてくれるの。長政様、また姉様のことばかり。一もお手伝いするわ。さて、他に世へ挑まんとする勇者は誰かな。お前たち、わらわを喜ばせたくないの。悲しいわ。終わるしな。
マリア様、九州より良質の反物が届きました。まあ、これで城一つが姉上の布置き場に。足利に俺たちありと、いつか言わせてみせようではないか。最後に主が勝れば、それで我らの勝利を。活目すべし、浅井長政、輝く剣、我が胸にあり。うるさいわね。見事だったよ。あんたは俺たちが。マリア様、最後の城をお持ちしました。今すぐお運びいたします。いけないでかね、わらわをこんなに待たせるなんて。勝負ありだ。さて、遠慮などいらぬ、次のもの。最近のヒー様は、なんていうか少し変わったよな。よいか、京極浅井の恥をさらすことだけはまかりならん。合点です。マリア様とヒー様、あんたの好みはズバリどっちだい？これ以上位置に不安を与えるわけにはいかぬ。お前たち、長政に鍛えられたのよね。それじゃあ見てあげるから進みなさい。かしこまり候。あの雲の上まで。あわれ、ただめの車輪盤よ。指揮する人が倒れた以上、俺たちただの烏合の衆。おもよ、指揮は増えてか。世が指南してもよいが。姉上、万一私が敗れることあれば、徳引くのだ。あれ、固めの車輪盤よ。やばいかやばくないかと聞かれれば、実にやばい。どうしましょう。きっと長政が悲しむわね。手前勝っても杉氏引くつもが等しく悪の間際である。あ、いや、姉上、雲は言葉のあやで。やめて、お願い、長政様に群がらないで。お前たち、もっと働いて。アリさんの方がもっと仕事してるわよ。ですよね。こう見えて、散々しごかれてきたのだ、姉上にな。何か言った？暴れ、僕の次はよ。拙者、己の未熟を思い知りましてござる。はばかりながら、今こそ進軍の好機と存じますれば。よく言う。ダメだ、石、目を背けていろ。要はあだと見るか。よい、それもまた炎よ。一、長政、わらわはしばらく献上品をめでるわ。お客様のお相手よろしく頼むわ。お姉上、突然何を。待たれよ姉上。姉上、上より生じ現に至る。優秀な俺は突如として反撃の策を思い。提言の立ち。つまんねえ。マリア様、一度来た衣は捨てちゃうからな。欲する者もなんと浅ましくなるや。あなたには十分しみてるよ。うちがお見送りしてあげる。パチ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 。あら、セ
しら。それとも負けた方が。肉薄から疲労を与えた拙者はここまで。さらばだ友よ。異なるどこかにてまた会おう。その構え。なるほど、その方の死はあの者かな。触れてやろう。この数土のごとき末路、これも慈悲だ。下がりなさい。使えない意味はいらないだ。海より深く、ごめんなさい。ヨシテル様を忍ぶ者など何をどう考えても存在しているわ。その目に焼き付けているんだ、足軽の誇りってやつをよ。防衛失敗、みんな出直すんだ。戦列の登録すべてマリア様に見ついてしまった。あなた正義正義とカッコつけているけれど、傍から見れば好きだらけで、姉様恥ずかしいわ。姉上の小言を頂戴するたび、この長政に隙が生じている気がする。など古今ではない。その方らであればなせるであろう。期待する。このままでは私は私に顔向けできん。ようこそがその方らにとっての定めの場。そうであろう。ぶつけられても俺では答えようがない。闇と炎の狭間より、いざ舞い上がれ最終正義。義元即断、口を挟むは悪である。まったく姉上め、どこまで恥をさらせば気が済むのだ。優先一、嫁入り席がこのようだ。長政様は悪くないわ。悪いのはゴム、姉様を懲らしめてくれるの。そういかに姉上とて
過ぎたるわがままは悪。総員加速、右に回って撤退せよ。騒がしいわね。死ね定めも満足にできないじゃない。そう、あなたが客なのね。あなたもまたわらわが欲しくて手を伸ばすのね。でもどうかしら、あなたはわらわを奪うにふさわしい。示せ、サメの千倍よ。無が来たよ。よしてる、そろそろわらわを手に。合わせる。門をかたどれ、熱き絆よ。何を言う、もとより世で満足するようなその方ではなかろうに。何度だって追いかけてきてね。それがあなたの宿命、わらわがそう決めたのだから。乱は終わらぬ、終わらせぬ。人よ回せ、定めを回せ。そして願わくば打ち砕いてくれ。